どうもこんにちは、ジンジンです。今日はね、誰でも書ける超リアルな木の書き方っていうのをお伝えしていきます。これね、書き方さえ覚えれば誰でも書けますから。それではどうぞ。今回はね、誰でも書けるっていうのがテーマなんで、下書き、まあ、簡単なね、下書きから始めていきますね。で、複雑な木は書かなくて、とりあえずこの、まあ、分かりやすくぶっとく書きますね。あとここに葉っぱが生えてくるんですけど、これパーツ分けしておきましょう。まあ、いつもはね、こういうの書かないんですけどね。まあ、だいたいイメージとしては大木ですかね、今回は。まあ、ちょっとね、あんまりこう本当はグネグネって書く木もいいんですけど、今回はね、あんまりグネらすとね、素人の方は書けないかもしれないんで、多少ちょっとだけグネらして書いていきます。まあ、こんな感じですね。ここが葉っぱで、でここが木で、ほぼね、ここをリアルにできたら、まあ、あとは簡単なんですよね。こんな感じで下書きは一応イメージ、まあ、慣れてない人は下書きからこういうイメージをまず作っておいて、それから絵の具をのせていきましょう。主に茶色とか、まあ、黄土色っていうのが木の幹になるんで、でここはもう葉っぱですよね。でここの白と黄色は葉っぱを明るくするハイライト用に使いますね。でまず下塗りなんですけど、この時点で影の位置を考えておきましょう。で光がこう当たるって考えると、こっちもちろん影になるじゃないですか。ということで、もうこっちは比較的暗く下塗りをしてしまいます。今の時点では大体でいいので、こっちの影の部分を暗く塗ってしまいましょう。で、ところどころね、こっちも塗ってもいいですけどね。で、この木の枝なんですけど、こういう風にまっすぐ描いてしまうと違和感が出てくるので、こう筆を回転させながら描いていくと、手前に来る枝とか奥に行く枝が自然に描けるようになります。この葉の部分なんですけど、パーツ分けした。このパーツ分けした葉の部分の、光がこう当たってる下の部分。まあ、ここで言えばここですよね。あと、ここで言えばここですね。を暗く塗っていきます。僕の場合、ベタ塗りなので、叩くように。これほぼ水分ついてないんですよ。あまり絵の具をつけすぎると、こう丸とか四角っていういびつな感じになるので、優しく叩いてあげるように。そうすると葉っぱのバラバラした感じが出てくるので、優しくトントンしてあげましょう、下の方をね。でこれも一応回転させながら、で次明るい部分なんですけど、まだ明るい色はつけません。葉っぱの場合は暗いグリーンの色をこの上にのせていきます。で今の段階ではブラウンと混ぜてもいいですね。こうするとより暗くなるので、でこれを上から塗っていきます。あ、そうそう、この縁の部分なんですけど、縁をねこうベタ塗りしてしまうとまっすぐになってしまうんですよね。これは後で描きにくくなるので、ここも優しくこうバラバラになるように描いてあげてください。はい、今の時点で木の向こう側の景色、バックですね、を描きました。でこれから手前、光の当たる部分を描いていきます。
でまず光がこう当たるのでこっち側に光が当たるのでこここの辺りが明るくなるんですけど、まあ、いわばこういう感じなんですよね。ということはこの辺が暗くなるんですよ。葉っぱの下っていうのはこの辺ですね。そういうのを調整しながら描いていきます。でですね、目印としてこの枝、さっき描いた部分を上からなぞってしまいましょう。でここにね、明るい色、まあ、赤とかオレンジとかと、まあ、この黄土色を混ぜて今のうちに塗ってしまってもいいですね。でここの辺にもね、でこの部分は影なのでちょっと指でこすりながらなじましていく感じでもいいですね。でこの木の枝が細くなっていくんで上に行くにつれてこの辺はこういう太い、あ、書いてもらった、この辺はこういう太い幹でいいんですけど、こう先に行くにつれて細く描いていきましょう。でないと後で違和感が生まれてきてしまうので、はい、これで、奥と光の部分を描きましたけど、ここからねリアルにしていく作業です。この適当に縫った場所にちょっとこの分かれ目があると思うんですけど、これを意識してクラックしていきます。でこれが分からないという場合は筆の反対側で自分で削ってしまうか、こういう風にか、もっと細かい作業をする場合は爪楊枝で削っていってもいいですね。こうすることによって木の幹が出てくるんですよ。木の筋っていうんですかね。こっちから光が当たってこっち側が暗いからといってこっち暗くこっち明るくだけでやるとまたそれもそれで違和感があるので、この明かりのところに暗い色を入れてしまいます。その入れる際にこう切るようにして入れてください。まあ、この切るようにする作業もあまりこう長く切ってしまうとそれはそれで違和感が出てきてしまうので、ちょっとずつ切っていきましょう。この葉っぱなんですけど、もうちょっと暗くしてもいいですね。でこの木の枝を上から葉っぱで埋め尽くしていきます。ところどころ出してね。でここからハイライトをつけていきます。で最初に描いてこのパーツパーツごとに分けて光と影の位置を考えながら描いていきます。で初めて絵描く人でよく失敗するのが、描くときにこの葉っぱを塗るときにこうペチャッと塗ってしまう。これが続くとダマのような葉っぱの大群ができてしまうんで、そうでなくてこういう優しいタッチで描いてるか描いてないかぐらいのタッチで細かく描き進めていきましょう。でこの辺りから徐々に白、緑、黄色って混ぜていくんですけど、ちょっと白の割合を多くとってハイライトを明るめに作りましょう。
これもべちゃ塗りじゃなくて書いてるか書いてないかぐらいのタッチで書いていきます。この影の部分は残すようにしてください。これも塗ってしまうと平面的な絵になってしまうので、この影の部分を残しつつ、この上のこの部分でいうとこの上の部分をハイライトで塗っていってください。でここまで描くと離れて確認すると違和感がある場所が見えてくると思うんですよ。例えばこれでいうとこことかですね。あとここもおかしいですよね。でそういうところを見極めていきながら修正していきます。修正の仕方なんですけど、まず暗い色を塗ります。まあ最初とやり方は一緒ですね。順番は同じです。で次またハイライトにしていきます。まあ毎回ね、まあどんな絵描くときもそうなんですけど、ちょっと描いて離れてチェックして、ちょっと描いて離れてチェックしてっていう方が失敗を見抜けやすいし、最初の方に処理できるんですよね。だから一回離れて描いてみるっていうのもかなり大切です。まあこういうのはね、書き出すとキリがないんで、とりあえず葉っぱこれで置いといて、ここですよね問題は。ここもっとリアルにしていかないとダメなんで、さっき切れ込みを入れたこの反対側のここの部分、明るいところをもっとハイライトをつけてリアルにしていきます。でここにグリーンとか入れるとね、ボコッと出てくるんで、グリーンも乗せていきましょう。あとこの木のこの根元の部分、もう少し暗くていいですね。だからここの辺を暗くしつつ、ここのハイライト、光が当たるところは塗っていきましょう。でここから木本体を描いていくんですけど、この明るい部分、ハイライトですねを塗っていきます。これも優しく塗っていった方がいいですね。ちょっとずつちょっとずつで、これ絵描き始めの人って焦ってビチョって塗ってしまうんですよ。少しずつ塗っていくとリアルになっていきます。たまにねこういう明るい色も混ぜてあげると木全体的に華やかな感じになりますね。でここなんですけど、ここは影になってて、こここう生えてるので、ここは光当たりますよね。こういう時は一気に塗ってしまっても構わないです。こういう風にで後で微調整できるんで、こういうのは指で伸ばしてあげると自然と馴染んでいくんで、こういう微調整を繰り返しながら、である程度描いたら離れてチェックして、おかしいとこを確認して描いていくとよりリアルになっていきます。この影の部分と光の部分なんですけど、この境目をね、まあちょっと分かりやすくしますね。ここから上が影の部分で、ここから下が光の部分だとすると、縫ってゆっくり指でぼかしながら上に伸ばしていくと
馴染んでくるんですよね。まあ、こんな感じでグラデーションをつけていきます。で、ところどころ緑を入れてあげると苔ですね。これ緑っていうのはそのキャンパスから手前に飛び出してくる色なので、これをうまく活用してあげるとよりリアルな木になってきます。で、もちろんこの苔の部分も光と影を調整して描いてあげるとなおいいですね。まあ、もうちょっとかけって言われたらかけるんですけど、ちょっと今日は時間ないんで、最後に微調整のやり方、こういうね細い筆で影の当たる部分を集中的に描いて指でこすってあげるとコントラストが浮き出てきてよりリアルになってきます。で、ここも切るように描いていくとさらに細かい傷ができていくんで、それもまたリアルになっていくんですよね。まあ、大体ねこんな感じで描いていってるんですけど、もっとね本当はかなり時間かけて描いていくんですよね。もっとね奥行きを出したい場合は、まあ後でもいいんで、こういったところに暗い向こう側の葉っぱを付け足して、また上から、ここですね描いていくっていう方法もあります。ちょっとやってみましょうか。で、このちょっと上にハイライトの葉っぱを入れてあげるっていう方法ですね。まあこれね結構難しいんで、後でやると失敗する可能性があるんで、最初のうちにやっておいた方がいいですけどね。あとさっき下書きの時点で書いたこの線とかね、これごまかしたかったらうまく利用するんですよね。こういう風に木の幹、幹っていうんですかね。もちろんこれにもハイライトとかつけてやっていくとよりリアルになっていきます。はい、所要時間2時間ですね。もっと書き込んだらもっとさらに細かく書けるんですけど、今日は時間がないのでこの辺で終わりたいと思います。